カルマーどうも、こんばんは、エヌムです。今回は東京ぐるりインボーク、メンテナンスが終わりまして、ガシャに来てしまいましたね、こいつ。っていうかもう来るようなさ、予感してたよね、言うて先週ぐらいから。なんか、救出部隊のさ、歌が、SSR 出てから、もう残りはこいつだけだったんで、チームに金危険が言うとアタック 200% にアップ。強っ、マジか、強いな。ですね、まあ、ぜひとも当てていきたいと思います。かっこいいですね、月山、マジで。月山さ、普通にさ、かっこよくないですか。作中の中とかでもなかなか気違いだけど結構というわけで、連続ガシャ、10連引いていきたいと思います。ドルチェ、あ、待てよ、これまずスキルを見ていこう。かっけ、咀嚼顎じゃん、マジで。いやでも最初なんか何なの、バチンってなるの、鳴る神か鳴る神かと思ったわ。はい、連続ガシャいきましょう。いや欲しいなこいつ、普通に。いやこいつをさ当てたとなればさ、結局んとこ歌も欲しくなんじゃん。え、マジかよ。最近さ、マジほんと SSR 来ないんだけど、助けて誰かね。えやばい、運が来て、もうこれさ、確定を引いて、こう確定枠まで引いて、このなんていうの、最近の運の悪さをさ、もうこう紛らわす行動を取らないとやばいかもしれない。あ、どっかで確定枠をこの天井になるまで引いてさ、 SSR が最近来ないっていうこの気持ちをごまかすしかないのかもしれない。これ待って、5回目は1枠月山確、ね、確定なんだけど。ちなみに重ねるとアタッカーに対して、イベンダーブレイカーに対してか。あ、前衛かこれ、前衛に160なのね。なるほど。はい、というわけで今回は月山、救出部隊の月山ということで、この辺で終わりにしたいと思います。でまた次回の実況動画でお会いしましょう。皆さんいけたんでしょうか。お疲れ様でした。